宮城と大津の投げ合いになりました今日の、立ち上がりです。初回宮城の立ち上がり、タオさん、遠い昔のようですが、このストレートすごかったですね。いや、抜群でしたね、はい、本当にすごかったです。ストレートで2つの三振を奪って山川もセカンドゴロ、素晴らしい立ち上がりでした。一方の大津の立ち上がり、こちらはピンチを作ります、はい、大津はね、立ち上がり、まあ、2回まではねちょっとフラフラって感じでしたよね、ただセデーニョが3球三振に打ち取られまして、ここから大津も徐々に立ち直りを見せていきます、はい、2回の裏ワンアウトランナーなしから内藤のプロ初安打、フェンス直撃の一発、3試合目で飛び出した内藤のプロ初安打はツーベースヒットでした。その後ツーアウトランナー三塁となりましたが、福永は打ち取られましてバファローズ先制点なりませんでした。3回の表です。ツーアウトランナー一塁二塁、宮城が初めてピンチを背負います。佐藤フォアボール、今宮ヒットで作ったこのピンチ、栗原のこの当たり、太田もよく追いついてバックトス、しかし捕球することができず、ツーアウトランナー満塁となりました。そしてこの山川との対決、見どころ満載でした。これはね、本当に見てて面白かったですね、はい、最後はインコースのストレート、力勝負を挑んだ宮城、見事に抑えました。7回の表です。ツーアウトランナー一塁三塁、9番の佐藤、宮城も踏ん張りどころですが、投げ切ったボール、判定ボールで今日3つ目のフォアボールで満塁。そして1番今宮、最後も多分力勝負でした。まっすぐでいきましたね、これまっすぐ続けましたからね、はいはい、0点にしのいで8回マウンド続投となった宮城です。先頭の野村空振り三振、この後栗原も三振に打ち取って、今日4度目の対決となった沖縄対決、山川をショートフライに打ち取って8回121球の宮城熱投でした。その裏です。ここまで無失点ピッチングの大津も、いや本当に3回以降崩れませんでしたね。本当に安定したピッチングになってきましたんでね、はい、どうやってオリックス点取るのかなというぐらいの、はい、もうチャンスがピンチがなかったぐらい、そうですね、そんな感じでしたね。ずっと大津も8回108球を投げて無失点、両先発8回無失点でマウンドを降ります。そして9回の表、ダイソーの周東を三塁に置いてマウンド4人目の失礼マチャド、2人目のマチャドですが、ここはしのぎました。延長戦に突入する前ですから、9回以降から両チームともこうランナーを出し合いながらの戦いでしたね。そうでしたね、あと1本というところは何度かありましたけどね、ここも両軍粘って、延長戦は11回表近藤周東の連打でワンアウトランナー一塁三塁、マウンドは4番手の吉田、この牽制アウト大きかったです。落ち着いてました ね、これ吉田投手落ち着いてきっちり牽制でアウトにした、はい、これは非常に大きかったですね。これで2アウトランナー3塁となって、回はサードゴロ、吉田もしのいで11回表を終えて0対0。するとバファローズその裏チャンスがやってきます。11回の裏ワンアウトランナー1塁2塁、バッターボックス5番のセデーニョ、空振り三振、さらに代打の西野、ショートフライでサヨナラならず、0対0で延長戦最終回にもつれ込みます。12回表ワンアウトランナー一塁二塁とチャンスを作ったのはホークス、代打今日1500試合出場を達成した中村晃がフォアボールを選びます。ワンアウトランナー満塁となって3番今日のヒーロー栗原、先制タイムリーが延長12回に生まれます。この後パスボールもあって2対0、さらに山川のレフト前ヒットで3対0、一気にゲームがこの3回で動きました。これヒットにならないですよね。あ、そうか、そうですね、そうなんですよ、ですからレフトゴロになるんですかね、形としては。ありがとうございます。さあそして12回裏バファローズは2アウトランナーなしから、最後は福永が見逃し三振に打ち取られまして、ゲームセット、延長12回を戦った人3対0でホークスが勝利、マジックを7に減らしています。でホークスファンの皆さん、
今日のヒーローは試合の均衡を破るタイムリーヒット栗原陵矢選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。4時間半を超える長い試合を勝利で飾りました。まずは率直な思いを聞かせてください。そうですね、疲れました、はい、先発の大津投手そしてリリーフ陣の皆さんが粘ってつないで0点でしのいで迎えた最終回の攻撃でした。どんな狙いで打席に入りましたか？本当に、ピッチャー陣の方々がみんな頑張ってましたし、チャンスで打てない場面も多かったので、最後はなんとか打ててよかったです。一塁ベースではガッツポーズもありましたが打った瞬間の手応えいかがでしたか？ヒットになってくれと願いながら走りましたし、ベンチ振り返った時みんなが喜んでたので嬉しかったです。栗原選手9月に入って見事な活躍が続いています。日々どんな思いで試合に臨んでいますか？日々変わらない気持ちでやってます。はい。その変わらない気持ちというのはどんな思いなんでしょう？まあ、あんまり打っても打てなくても、はい、同じ気持ちで試合に入るようには心がけてます。さあ栗原選手の一撃でホークス6連勝マジックは1つ減って7となりました。栗原選手この7という数字はいかがですか？7という数字、はい、いい数字なので、はい、これから減らせるようにまた頑張りたいと思います。ラッキーセブンのいいという意味ですか？そうですね、はい。ありがとうございます。それでは最後に今日は敵地にもかかわらず大声援を送ってくれたホークスファンの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。はい、今日ですね、僕もたくさんお世話になった、川村コンディショニングコーチの命日ということで、どうしても勝ちたかったですし、本当に天国にいる川村さんに今も元気で野球をやれているという報告をしたかったので、何度か勝ててよかったですし、また明日、ここで試合があるのでまた頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。今日のヒーローは栗原陵矢選手でした。放送席どうぞ。というヒーローインタビューをお聞きいただきました。ソフトバンクホークスのコンディショニングコーチとして活躍されたに、川村隆さん2020年の9月15日に亡くなったということなんですが、なるほど、こういった思いもあったわけなんですね。みんな思いがいろいろありながらのプレーをしているわけですね。そういうことですね、はい。まあ、でも本当にマジック一つ減って7ですから、もう優勝の足音が徐々に近づいてきて、ソフトバンクファンの皆さんからしたらどこの球場に行こうかなというような感じですよね。まあね、これはもう時間の問題でしょうけれども、まあ、最後までね、やっぱ今日あの監督と話をしてね、はい、